大会は始まっています。デッキを確認させていただいても？ああ、これだ。素晴らしいデッキですな。モニエ伯爵が中でお待ちです。お入りください。どうも。来てくれたか。また会えて嬉しいぞ。スケリッジデッキの使い心地はどうだ？実に面白い派閥だよ。それは光栄だ。大会独自のルールはあるのか？ざっと説明してくれるか？まずは参加者を紹介しよう。世界各地から集まってくれた最高レベルのグエントプレイヤーだ。ハマール・オグン・ダングバーリはオフィルの商人、ノビグラドのエリック・ファン・ブログ、そして最後の素敵なお客様はスケリッジ人の、スケリッジ出身でおまけに裏若き女性のね。その通り。今のがアグネッタ・スコールド。大変魅力的なスケリッジ気質の女性だ。ガラス玉や縄の装飾品も素晴らしい。ルールについては単純明快だ。各プレイヤーは最初に派閥を決め、一度も変えずに大会を戦う。対戦で負ければ脱落だ。諸君の中の勝者が準決勝に進出し、前回の大会優勝者であるニルフガード帝国の大使であらせられるマスター・フォン・ヒン閣下と対戦することになる。準決勝の勝者が決勝で対するのはこの私だ。お手柔らかに。グエントを汚すな。新派閥反対。反対派が集まってるな。相当の人数のようだが、わしらのゲームに手を出すな。新しい派閥などいらん。恥を知れ、モニエ。ドワーフの伝統をおもちゃにするな。変化を好まない者たちは必ずいる。私はスケリッジデッキを正式にグエントに加えたいが、彼らはそれが気に食わないのだ。気にしなくていい。他の参加者が何を使うか教えてくれないか？構わんぞ。エリック・ファン・ブログは北方諸国、大使閣下は愛国心を発揮してニルフガードを選んだ。ハマール・オグン・ダングバーリはワイルドハント、アグネッタ・スコールドはスコイア・テルだ。私自身はもちろんスケリッジで勝者を待ち受ける。必ずこのデッキの強さを証明するぞ。皆が良ければいつでも始めよう。ではテラスに来てくれ。まもなく大会の開始が宣言されるだろう。大会を開催いたします。1回戦はアグネッタ・スコールド対エリック・フォン・ブログ、そしてリビアのゲラルト対ハマール・オグン・ダングバーリ。席に着こうか。戦わないか。何か賭けて。例えば何だ？収集しているのだ、武器を。気になった、その銀の剣が。勝ったらもらいたい、その剣を。負けたら差し上げよう、同じくらい大切な私の剣を。分かった、それでいい。
い試合だった。ありがとう。おめでとう。称えよう、君の勝利を。後悔しているよ。剣をかけるなどと言ってしまったことを。私に味方するのをやめたようだ。すべてが。さあ、祈るぞ。これが役立つこと。俺は負けるはずがない。イカ様だ。私の国じゃねえ。あんたみたいにめめしい男は長生きできないよ。もう一度イカ様だのご在庫、舌がないと思う。やめろ、離れるんだ。グエントは紳士の競技。プレイヤーの皆様にはあらゆる礼儀作法を守るよう求めております。場を乱す行為は許されません。このためモニエ伯爵の決定によりノビグラドとスケリッチから来た両プレイヤーをこの場で失格といたします。紳士の競技？私は女だけど貧乏くさいウジ虫にイカ様呼ばわりされる大会なんか出てやる価値もないね。1回戦が終了し、結果は以下の通りとなりました。アグネッタ・スコールドとエリック・フォン・ブログの両者は失格。リビアのゲラルトがオフィルのハマール王軍ダングバーリに勝利。準決勝でフォン・ヒン大使と対戦する挑戦者はリビアのゲラルトに決まりました。光栄だ。有名になって、あなたのような有名人ね。
大使殿、素晴らしい試合に感謝する。こちらこそ実に楽しかった。おめでとう、ウィッチャー。グエントを怪我すな。新しい派閥なんかくたばっちまえ。厄介なことになりそうだな。お前らケツをまくってスクリッチへ行っちまえ。アザラシの穴に突っ込んでろ。落ち着くんだ、口汚い罵倒をやめてくれ。うるせえモニエ、クエントをいじくるのをやめろ。怒鳴り散らす前にどうしてほしいのか説明した方がいいんじゃないか。何度も言ってるさ。だけど誰も聞きやしねえ。俺が聞いてやる。グエントは古くから伝わる娯楽だ。ルールは昔から決まってる。そうだそうだ、自然の法則に沿って決められたんだ。派閥は4つじゃなきゃいけない。それが黄金の数なんだ。その数を増やすなんて絶対に許すことはできない。それはつまり伝統を汚すことになるからな。そうだ、グエントに余計なことをするな。まあいい、おしゃべりしに来たんじゃない。伝統を守るためにバカの頭をかち割りに来たんだ。少しは落ち着いたか。お星様がいっぱい。もういい、兵を呼ぶ。俺に任せてくれ。この大会を潰したところでまた別の大会が開かれる。得体の知れない新しい人で、気に入らないなら参加しなければいい。別の場所で好きなように遊べ。だが他人の趣味嗜好をねじ曲げようなどと思うな。バカらしい。親友のゾルタン・シベイが言っていた。誰か一人がバカらしいと言っただけでは本当にそうかはわからない。だが二人以上がそう言うならそれはきっと正しい。ではケツを取ってみよう。俺とお前のどちらがバカらしいかは。ゾルタン・シベイ、あの野郎には随分会ってない。どうしてるんだ。前に会ったのは伸びぐらいだ。強い酒でも飲みながら喜んで近況を話してやろう。みんな聞いてくれ、計画変更だ。ゾルタンの友達を囲んでウォッカを飲もうじゃねえか。待ってくれ諸君、まだ大会の決勝戦が残ってるんだ。決勝？ふざけんな。このヤキ・ラフィベルグもたった今からこの大会に参加する。お前らの勝者とわしで決勝戦だ。エリッチデッキとやらが完全なクソがそうでもないか確かめてやる。それで決めよう。分かった。だが少し待ってもらおう。まずは我々で準決勝を戦う。では決す。準決勝はスケリッチデッキのモニエ伯爵と同じくスケリッチデッキのリビアのゲラルトの対戦となります。兄の夢が叶った。スケリッジデッキがこのような舞台に、しかも両方の参加者がスケリッジとは。健闘を祈る。Thank you.
勝負だったな。くそったれ、スケリッチが勝ったことが尺に触る。だが、勝ちは勝ちだ、ウルトさん。よし、行くぞ。下げだ下げだ。いや、待ってくれ。ここで私から酒を振る舞わせてくれ。新しい派閥の最初の一歩に乾杯しようじゃないか。楽しくグエントで遊びたい人がいれば、喜んで相手しよう。いろいろとありがとう、ピッチャー。当初の計画とは違ってしまったようだな。みんなでグエントをやり、スケルジデッキを紹介できた十分さ。素晴らしいグエントの腕前を見せてくれたな。商品は君のものだ。ありがとう、伯爵。この大会に参加してくれたことにもう一度礼を言わせてくれ。また会えることを願っている。そうだな、ではまた。フルネスブラッドネスフィオン。